北朝鮮の小型無人機5機が韓国の領空を侵犯し、韓国軍が戦闘機などを出動させた。韓国軍によると、26日午前10時半前、韓国北部の軽機、キョンギ、同一帯で、北朝鮮の小型無人機5機が確認されたという。無人機のうち1機は、ソウル付近まで飛行した。韓国軍は、戦闘機や攻撃ヘリコプターなどを出動させ、100発以上射撃したものの、 住宅地の上空だっったたため、撃墜にはいたらなかったとしている。北朝鮮の無人機が韓国の領空を侵犯したのは2017年以来5年ぶりでこの影響でインチョン・インチョン空港とキンポ・キンポ空港で航空機の離陸が1時間ほど中断した。